神明裁判。中央の女性が熱した鉄棒を握って見せている。神明裁判とは、真意を得ることにより、物事の真偽、聖者を判断する裁判方法である。古代、中世において、世界の各地で類人の行為が行われているが、その正確な性質は、各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは、審判。日本では、区形が行われた。三つ見法とも、 水侵による審判を受ける人、被災が工場を読み上げ、手足を縛った被告を水に沈める。沈んだままなら無罪、浮かべば有罪である。中世ヨーロッパ国家には捜査とか、取り調べといった治安維持を司る組織はほとんど存在せず、告発された者の,の有罪無罪を判断する方法は限られていた。審判は神の奇跡を頼りに真実を知る方法であり、当時の民衆から、 指示されていた裁判方法である。政治的局面でも審判が用いられることがあった。王が誰かに権威をかけてその真実性を知るために審判を利用したり、逆に疑われた者が自ら審判を申し出ることもあった。申し出て審判に成功すれば、神のお墨付きを得た者として自分の立場が強化されるからである。宮廷では、 審判はこのような駆け引きの道具としての一面を有していた。以下は裁判の進め方の一例である。裁判の構成員は原告と被告のほか、裁判長と判決発見人並びに裁判集会に集まった近隣住民である。少訴した者は食材金を取り立てることができる。執行官のような立場の者は存在せず、実力で賞金等を回収する必要があった。 原告となる被害者、またはその友人等が被告を裁判集会に呼び出すことで始まる。裁判長が両者を召喚するといった現代の手続きとは異なる。被告は原告の主張を認めるか否定するかを選択する。認めれば後に行こう。否定した場合、節縁先生により証明する。節縁先生に失敗した場合、もしくは節縁先生が許されない場合、審判を行う。 節縁先生、審判の結果を踏まえ、判決発見人が判決提案を行う。裁判集会に集まった人々が判決提案に賛同すれば判決として確定する。西洋の審判はキリスト教聖職者が取り行うことになっていた。準備として水ない施設に清めの儀式を施す。被災が決められた工場を読み上げて、神に真実の伺いを立てる厳粛なものであった。 審判そのものには、以下のような方法が取られていた。以下は代表的な例であり、ヨーロッパ各地で多様な審判が行われていたし、その方法も統一されてはいなかった。釜芯、または、菓子湯を沸かし、その湯の中に指輪、または石を投入する。被告は、素手でこれを取り出す。手に包帯を巻き三日待つ。その後ほどいて、綺麗であれば、無罪とされる。 中世ヨーロッパで最も古く、510年に言及が見られる。水深手足を縛って水中に投げ込む。浮かべば有罪、沈めば無罪。時間がかからない。利便性が人気で、記録が豊富に残っている。旧世紀には存在した。熱鉄心3日間の断食の後、熱した鉄を持って散歩歩歩く。後に包帯をして3日後、綺麗であれば、無罪とされる。 800年頃には存在したと考えられている。スキジン歩行熱鉄心と類似の方法である。灼熱させたスキジンを規定枚数並べ、その上を歩く。802年が最古の記録である。クロスシン原告被告の両者が向かい合い、それぞれ両手を十字に広げる。疲れて先に腕を下ろした方の負けとする。小ピピンの頃には存在したが、孫の累型剣王はこれを禁じた。 生産審判、またはチーズの塊を飲み込む。苦しんだり無制たりすれば、有罪、問題なく、飲み下せれば無罪。868年の記録が最初の言及とされる。このような審判で有罪になるのを恐れて、あるいは審判自体を恐れて、多くの者が逃亡した。逃亡も、また審判の一部なのであった。審判は、証拠がなく、無罪を証明できないときに、 主に以下のような場合に用いられた。しかし、審判の適用範囲は、時代、地域によってかなり大きい。訴追された者の身分が低い場合、友人が少なく先生者を用意できない場合、被告が、評判悪しき者である場合、不定など性に関わる、犯罪を調べる場合、信仰上の権威すなわち、異端の疑いがある場合、魔女裁判決闘による、裁判も、また、神の意思を権限するものとして、 審判の一種と考えられていた信仰や性といった証拠は得られないが、さりとて判断の留保も許されない事件に審判がよく用いられる傾向にあった。また審判を免除された人々もいた。すなわち市民権を有する正規と市民、貴族などである。キリスト教の儀式であるため異教と特にユダヤ人も審判の対象外とされた。このような場合、以下のような別の方法が用いられる。 節縁先生12名の仲間によって、被告の人格保障を行う。被告は正直者であると誓う行為であり、承認とは異なる。決闘1対1で戦って勝った方を勝訴とする、大投資を立ててもよい。ヨーロッパの審判は、フランク族を起点とする考え方が主流であり、元はフランクの風習であったと考えられている。資料では510年に見られるのが中世ヨーロッパでは、 最初だが、記録が少なく初期の実態はほとんどわかっていない。資料が増えるのは、シャルル・マーニュ知性の8から9世紀頃からである。審判の広がりは、キリスト教不況の広がりと一致するところが大きい。ドイツなど、ゲルマン系諸民族に行き渡り、12世紀には、東欧やロシアにまで広がったという記録がある。ゲルマン所属が、キリスト教を消していく中で、 当時のキリスト教もまた一定程度ゲルマン化し、審判という風習を組み込んでいった。審判は聖書や教会内にそのルーツを持つものではなく、したがって審判を正当化する理論上の困難は自命のことである。審判の普及と気を一にして審判批判もまた大きくなった。審判の結果の曖昧さや審判そのもののごまかしなどで疑念を持つ者も姿勢にはいた。 しかし主な審判批判の担い手は当時の知識人である聖職者であった。中でも著名なのは9世紀のアゴバールと12世紀のペトルスである。リオンの大司教アゴバールが成した審判批判とは進学の枠内からの主張である。彼の趣旨は以下のようなものである。時代が下ると教会内部でスコラ学やローマ法が盛んに研究され合理的思考が目を出すようになった。 審判に関しても以前より合理的な批判がなされるようになる。心学者であり、パリ大学教授でもあったペトルスカントールの論点をかいつまむと以下のようになる。教会では罪を犯した者は神に罪を打ち明けて悔い改めれば罪は洗い清められる。であれば悔い改めた真犯人は審判で無罪となるはずである。審判は苦痛を伴うがゆえに ありもしない容疑を着せて人を審判に追い込む残疎が横行している。審判には一定したルールがない。地域によってその手続き、向上がまちまちである。神の判断を仰ぐのに形式が固まっていないのは不都合であるし、そもそも困難さの度合いにもばらつきがあり、裁判の公平さに疑念が持たれる。従来は自然現象はことごとく神の見技とされていたが、 ギリシャ哲学などの流入により自然現象を合理的に説明できるようになっていく。スコラ学はこうした知見をもとに信仰と理性の合一を図ったもので理性による信仰を目指した。13世紀頃ピークを迎え、後近代的合理的精神の祖となる。審判はこのようなスコラ学とは相入れない、迷信的で野蛮な風習なのであった。と同時に民間では最も支持された。 判定方法でもあった。前校のような学問的下地を受けて1215年、ラテラン公会議において、教皇院の権定数3世は、聖職者が審判に関わることを禁じた。審判は神の奇跡を前提とするのであるから、司祭なしに継続させることは難しかった。様々な歴史学上の論争があるものの、審判が衰えていくのはこの公会議が契機であった。 ことは概ね了解されている。この禁止令を受けて審判はヨーロッパ全土で次第に下火になっていく。1216年デンマーク、1219年イングランドでの審判廃止は当時としては迅速な反応と言えた。教皇の権威が届きやすい地域や教皇に従順な支配者のいる場所では禁令は素早く、そうでない地域はなかなか浸透しなかった。ドイツは 教皇と対立していた上少量種の文言下が進んでおり、教皇の一種伝達が困難であった。地域によっては聖職者に審判主催を強要することもあり、民間ではなお審判信仰は根強かったことが伺われる。バルカン半島地域では16世紀にもまだ審判が行われていたし、下って19世紀にも審判らしき風習の記録が残っている。 この審判廃止によって、それまで身分化であったキリスト教の罪と刑法上の犯罪が、次第に分かれていったと指摘されている。訴訟、取調べから聖職者が引くことで、各地の王たちは、神の権威に頼らずに訴訟を処理しなければならなくなった。除人権闘争によって王は、聖職上の権力を失い、また教会は、世俗権力から独立的地位を確保した。 こうして生徒族が分離し、さらに刑事法と民事法が分かれたのもこの頃であり、法制史上の転換運転とされる。審判が廃止されても犯人特定のための方法は必要である。大体手段は地域によってまちまちであったが、節縁先生に頼ったり、売信制度を整備する地域もあった。しかしヨーロッパで最も多用されるのは自白を得るための拷問であった。中世後期。 金世を通じて、拷問は広く使われることになる。拷問は、自白を得るのに最も勘弁な方法であったが、冤罪を多く生み出す結果ももたらした。拷問廃止に、流れが傾くのは遠く18世紀、啓蒙思想の登場を待たねばならない。科学捜査など望むべくもない時代において、事件の犯人を知る手段は限られていた。とにもかくにも、一件落着させる現実的方法の、 需要があった。それぞれの立場で審判を必要としている人々がいたのである。審判はキリスト教にとっては有力な不況のツールであった。元は当地の風習と折り合うために容認したものであったが、聖職者が審判を主催することで、審判は身内の儀式ではなく、社会的拘束力を持つ裁判手続きとなり得た。審判で有罪か否かを判定してみせることで、 キリスト教の神の正しさ、優位性を人々に示すことができた。王や諸侯といった世俗支配者は、審判を便利な道具として活用していた。審判を行う場所や立ち会いを規定することは、王の権力をわかりやすく、見せつける一種のプロパガンダ効果があった。それどころか、性的に権威をかけて、審判を強制することすら行われた。民衆のレベルでは、中世当時に、 合理的思考はほとんど浸透しておらず、世界の出来事や自然現象は全て神の意志によるものと考えられていた。近代的な意味での真実など求められてはいなかったのである。審判のような儀式で罪の有無を決することは当時の人々にとって誠にまさしきことであり、何より審判は証拠や節縁先生などよりずっと盛り上がるイベントであった。審判以外に 有罪無罪を決するには節縁先生がしばしば利用されたが、この先生に対しては根強い不満があった。特に貴族階級が集団で、兵での名のもとに盗賊まがいの乱暴老石を働き、その彼らが仲間内で節縁先生の人数を揃えれば無罪となる。当時の人々もこれは容認するところではなく、審判は節縁先生への不満を解消する良い方法なのであった。 日本では、区ちのほか様々な、受刑が行われている。信長後期では、織田信長が引き章を行ったあいつはが記載されている。庄や神兵衛が、一式村の佐助を訴えて引き章が行われた。佐助は加熱した横斧を取り落としたが、信長の入兄弟、池田勝三郎の悲観であったため、立ち会い人たちは、成敗をためらっていた。たまたま、 高の帰りに通りかかった信長がこれを聞き、不満に思い自ら引き章を行い、横尾の手に取り散歩歩いて柵に置いて、それ、見たことかと叫んで佐助を成敗させた。日本神話では、二二義命に、不義の疑いをかけられた妻この花のや姫が、家中出産という神明裁判を受けている。ありがとうございます。